それではバイオハザード6続きやっていきたいと思います。前回は、市街地を抜けてこのバスで教会へ向かおうとしていたんですが、バスは途中で落下、この墓地を抜けて徒歩で行かねばならなくなった。仲間たちも死んでしまった。悲しい。で、そう、あとね、救急スプレーがあ、ちょっと待って、なんか来てる。ちょっと待って、怖い。ただ、墓地だから、墓地特有の敵か。キック。よいしょ、いいね。あ、なんだ、まだいる。よいしょ、いった。ナイフで、ちょっと刻んでくれ。よいしょ、よし。いいな。OK。で、そう、救急スプレーは、なんかこうやって装備しないと使えないみたいですね。うん。アイテム枠とか道具枠、手榴弾とかと同じ。枠で使っていかねばならないみたいで、目的地はあっち。この墓地を抜けていかなければならない。しかし墓地だからといっていかにもなゾンビを出してくるが、何だったのかあいつらは。あれも何か新型のウイルスのネオアンブレラとか言ってましたけど、そいつらのことか。あ、ここは下があるけど、あー、え、なにダメなの。あー、ダメなのかよー。罠だった。ここは罠でした。危ない。え、罠です。罠でしたよ。やめなさい。そういう罠を設置するのは、あー、いっぱい来てる。よいしょ。よいしょ。罠じゃない。こう、大丈夫。ナイフで行く。どっちだっけ？そっちね。こういう罠は罠らしい。でも罠と思わせといて、案外大丈夫という説もあるので。なんでそんな、いやー、やめろー、やめてくれ。飛びかかってくるやつうまく変わってない。バツボタンをうまく、あー、リロードが足りてないので叫びます。あー、ヘレナが捕まってるか。大丈夫、私は先に行くよ。どっち、あ、倒した、なんかすごいヘレナが戦ってる感じだが、あー、なんで雷があると来るのが出てくるんだ、こいつは。雷が落ちるとなぜか出現する敵、雷の化身だったりする。その割には電気属性は使わない、ただのゾンビ。普通のゾンビよりゾンビっぽい。ん？ここなんかありそう。あー、お犬様。ん？これは普通か、普通じゃなさそう。いや、普通か、普通の犬か。開けるから。ここ絶対いろいろある。ないのか。ないの。あ、いや、焼夷手榴弾はあるけど。なんかヘレナがやばそう。チェックポイント入った。ん？ここは？あ、ここが、あ、ここは目的地、もともとの。いいのか？開けちゃって、なんか謎の声が。おーい！あ、なに、ちょっと待って、焼夷って言われてる。あー、ヘレナ燃やしちゃった。ごめんね。ヘレナ大丈夫？大丈夫、行った。よし、ショットガンとスキルポイント。犬はどっか行った。ん？ここはなんだ、ただのバスルーム、トイレ。あ、いる。ん？ここはそんだけ？そんなことが？でも目的地は、あっちですね。あっちです。ここは、あ、さっきの犬。犬っころ、あー、なるほど、犬がね、鍵をね。いや、これは初代よ。夜の墓場でワンちゃんを追っかけなきゃいけない。追いかけられるよりはマシでしょ。まあね、確かに考えようによってはそういうことか。でも犬が鍵を持っているのはなんか初代を思い浮かさせる。あそこ。鍵を取り戻して教会へ向かう。なるほどね。ワンちゃん。あの赤いマークでいいのか。いやー、いる。はいはい、こんにちは。はい、かわして。スイヤードン、いいぞ。で、どの犬が本物だ。ちょっと待って、わからん。どの犬が、あー、しまった、いたのかい。おー、ナイス。これは、どうするか。よいしょ、踏んどいて。これは、違う犬です。よし、あ、まだ、いや、なんか犬ダサいか、意外と。よいしょ、あー、待って、助けて。え、あ、一撃かと思ったけど。助けて、ヘルナ助けて。ちょっと、やめて、お犬様、撃たないで、私を撃たないで、よいしょ、あ、よし、助かった。よし、今こそ救急スプレーの使い時だぞ。で、装備して、使う。よし。
今度使えた。危ない。ちょっと、まずいまずい。ここ人がいっぱいいる。人というか人じゃないけど、いい帽子がない。助けるが、行くぞ。あ、ナイフだった。ちょっと待って。なんかひどい武器や。ちょっと武器がね、いろいろありすぎてわからんのよ。よいしょ。なんかこれ1体に1体しか当たってないのかな、ちょっとガンとかは。よし、でもな、弾は取れて、なんかすごいこと、こいつだ。鍵持ってるのは、よいしょ。はい、死んだっぽい。で、いや、こいつじゃないんだよあそこなんだよ、目的地は。で、穴に落ちたらやばいので、穴に落ちたらよくないので、穴を回避。あ、お前か、お前ではない。でもまあ、犬は放っておくと大変なので。いや、来てる。危ない。撃ち落とせ。行ったか、行った。なんか落として、落とさない。まああれだ、あの犬を狙っていけ。遠くから光ってる。よいしょ。いやー、もうちょこまちょこまかと動くな。ああ、蹴った。よいしょ。硬い。いた。ああ、ゾンビ来てるが、よし。せい。よし。ちょっと待って、ナイフで。弾を取って。で、鍵も取って。よし。で、ボッチの鍵取ったので、レッツゴー。逃げよう。逃げるというか。教会へ急ごう。うん、教会行こう。あっちね。で、穴には落ちるな。穴、ショートカットをしようとして穴に落ちるのは論外なので、そっち合ってる。教会はどこだい。あーっと、回避。ちょっと待って、かっこ悪い目の前にローリングで滑り込み攻撃を受けろとか、レオン・S・ケネディ、あまりにもダサかった回避をしたつもりが、目の前にこんにちは。よし、ここで×鍵を使って、 OK、 カモン、いいね。ここはでもゲリ。あっと、雷が落ちたということは、出たよ、なぜか雷で現れる男。あ、なんだこれは、離れ離れか。大丈夫。うん、あっと、おかげさまでな。おかげさまで。でもよかったよ。大丈夫じゃなかったら置いていくだろう。さあね、教会で会いましょう。ここからは単独か。連れて、組みつかれても、あー、来てる。回避。あ、なんていうの、回避。くそ、回避の練習をしたかったのにでも今、L2 でも、これでもなんか、迎撃できるんだな。よいしょ。どうだい、高い。なんか落として。頼むよ。よし、スキルポイントが。まあいいでしょう。なんかすごい、構えてる。あー、まあ、いっぱいいるわ。いっぱいいるわ。あ、でもこいつは逃げる。あ、これあれか、吠えるやつか。でもまあ、ちょっと、どっか、目的地に向かっていけばいいので、こいつを無駄に追っかけていって、いや、こいつ、いや、二人いる。吠えるやつが二人いる。いや、もう抜かしちゃいました。こんにちは。君たちは声を上げるのが仕事らしいが、ここだね。ここ行って、よいしょ。ヘレナも来てるか？教会で打ち合いましょうと言っていたが、なんか離れちゃっていってる気もする。だいぶ敵を置いてきた。まあでも倒した方がね、スキルポイントとか手に入るんでいいんですが。さあ来るか。あと 50m あるけど、吠えてるのでなんか足止めされてる気がする。ヘレナ来るか。死人までお目覚めか。あー、あの鳴き声で死人まで墓の中から出てくるのか。そんな能力を持っている。厄介なことこの上ない。さあ、ヘルナ、あと5m、頑張って。光栄だ。どう、そんなことより早く教会へ。まあでもこの2人は本当に全然信頼し合ってるという感じではない。了解。ただ誰かいるんでしょ。開けてください。ゾンビが入ってくるんだろうが。今なら大丈夫だ。今だ、本当に。ナイフ入れてくれ本当に大丈夫。声が聞こえてる。こいつらを片付ければいいんでしょ。なんか炎持ってる、ファイヤー持ってる人がいる。よいしょ。なんでこの人は炎を。よし。いやー、ちょっと私あれ持ってるんですよ、リモコン爆弾とやらを。これを構えて、ちょっとこれに、いやー、死ね
よし、リモコン爆弾強いぞ。あ、いいぞ、リモコン爆弾。待って、もう一回装備、セット装備。これなんでこんな時に金が鳴るのよ。金構えろ、鳴ってんの。奴らが来るぞ。ああ、金が鳴っているらしい。だからリモコン爆弾が必要だということが分かったので、跳ねてる。集まってきたところ、うん、集まってきたところ、ちょっとリモコン爆弾セット、よし。でここであいつらを粉砕する。カモンカモン、リモコン爆弾で。いやー、ちょっと待って、まだ引きつけろ、まだ引きつけろ。あいつらが降りてきてから、もう一匹降りてきてから、カモンカモンカモン、よし、カモン。あ、でもこれレオン食らってるかもしれない。もしかしたら食らってるかもしれない。あー、カモン、いいぞ。で、よいしょ、よいしょ。あー、くそ、強かった、やばい、まずい。レオンくんが死ぬ。まずまずい。そうで、リモコン爆弾が、そうで、あいつら、なんだ、すごいいっぱい。待って、リモコンがわからん。リモコンが、じゃあ、これか、これで。よいしょ、吹っ飛んだが、よし。なんか食らってる人が、あ、お、上からスナイパーだ。うん、援護が、押し抜けばかりじゃないらしいな。うん、押し抜けばかりじゃない。よいしょ、あ、開けるか。アラハーブがあった。ちょっと待って、いろいろ、てかなんでこんなに金が鳴ってる。ちょっと待って、アイテムいっぱい回収して。あ、来てる。開けた今。開けたのか。鍵を開けた。でもまあ多分いなくなるまで開かないよな、そりゃそうか。やばい。ちょっと待って、あー、リモコン爆弾を装備して、装備じゃない、セット、危ない、吹っ飛んで。開けたから、あ、はいよ、了解、開けたんでね。よし、開け、入りますヘレナ、ヘレナ、いや、ヘレナがなんか死にかけている。お前を信じてここまで来たんだ。うん、に見合う情報だろうな。似合わないと思ったら撃てない。助けて、ヘレナ、ヘレナ助けて。ヘレナ助けて、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 ヘレナ、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 よし、ナイス。はい、入ります、待ってください、入ります、入るんで。ヘレナ、カモン。いややられてしまった、ヘレナを。てか、めっちゃ来てるじゃん、あいつらこそ吹っ飛ばすべきだよ。よいしょ、開けた、ナイス。今いけるか。今ちょうどリモコン爆弾、よし、よし、ポイント拾って、よし、今ならいける、まだいける、カモン。あれ、お前を信じてここまで来たんだ、うん、それに見合うじゃ。あ、よしよし、いけた、なんとかいけたぞ。リモコン爆弾魔になって正解だった。あ、またかい。また隙間に入るパターン。はい、オッケー、閉められた。隙間に挟まるのが大好きゾンビちゃん。さあ、でも入った。上からライフルで援護してくれた人もいたが、うん、この人、あんたたちは悪いな、うん、助けに来たわけじゃないんだ。逃げてきました。うん、みんなちょっとね、祭壇の向こうに近い通じる扉があるの。そうなの。でも開け方がわからない。あら、地下に何があるんだ。見ればわかるわ。仕掛けを解く必要があるタイプの教会。教会はそういうのが好きなのか。4の時とかもね、教会の仕掛けとかあったが、まああれは特殊な教団だったからそうだけど、ここは普通の教会だろ。あ、これはアイテムか。よし、いいぞ、アイテム回収していこう。さっきあれなんだよな、なんだっけ、そう、ハーブを取ってるので。まあでもレッドがね、そう、レッドがあると分かっている以上はあんまりまだ調合したくないというのはある。まあ今仕掛けを解くしかないのかな。周りにその樽がアイテムがもうないか。もうなさそう。じゃあ、あとはこの仕掛けとやらを解く。待って、こっちに、上にも行けそう。まあいいや、まずはここは触るしかない。で、石像の下に階段がある。うん、この前はここが空いてたのに。空いてたの。どうすればいいの。どうにかするしかない。普段は開放されている。周りを調べよう。うん、そんな隠し通路でもないような感じが。祝福の聖母像、ただの飾り物じゃないな。うん、取ってしまった。何かある、調べてみましょう。うん、
調べてみる。アイテム欄には別に入るわけではない。ここには置けない。この上は行け。ああ、2人でね、協力してヘレナ上にゴー。よいしょ。レオン君も割と細身に見えるが、細マッチョかな。ムキムキ。まあそりゃね、大統領のエージェントとして長年やってきた感じだからな。で、向こう行ってるな、ヘレナは。うん。ああ、そこにはしごがあったのね。はーい。ここから他の人も興味津々だ。はしごの周りに人が集まっている。ハーブがある。マルコは BSAA にいるんだ。おう。見てな。すぐに息子が助けに来てくれる。BSA のマルコ。これね、知ってる名前が出たらちょっと面白かったら。キースとかね、クエント。あそこら辺がね。で、これはアイテム集めて奥へ行けてるかな。うん。とりあえず取れるものは取っておきたい。目的地は今、あっちだね。ああ、でも両方目的地になってるな。ちょっとアイテムがね、落ち着いて取れるときに取っておきたい。で、これハーブが今結構あるから2つくらいは重宝してもいいでしょう。はい。で、これをタブレットに入れておく。よし。これでしばらく安泰よ。で、ここはバツ。あ、ここに置いくと反応なしか。あん。何がいけないんだ。何か足りない。二人の聖女が道を開くだろう。二人の聖女、やはり二ついる。もう一人、反対側かな。ちょっと反対側も見てみよう。あれ、あ、目的地がこっちになってる。開いてたっけ。うん。反対側ではなく扉の向こう。あ、宝箱。ルル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 的な。はい。これで聖母像が2つ。もう一つの像とそっくりだ。うん。ただの置物じゃなさそうだぞ。で、目的地がそこになった。じゃあこれとこの2つを両サイドに置けば、うん、これ調べて。2人の聖女が道を開くだろう。書いてあるな、同じなので。ここに1個置く。はい。ん、ああ、2人で一緒に置こうと。同時に置く。めっちゃ走るとこ見せてくれるじゃん。すごくカメラに追っていく。下で泣いているおじさんたち、早くなんとかしなければ。でも開いた瞬間にこれはゾンビーたちが出てくる可能性もあるが、引っかかっとる。なんか今引っかかってたよね。そっちが開く。なぜ。手間取らせてくれたもんだ。ああ、手間取らせてくれたけど。もうこんなお遊びはうんざり。うん、行くわよ。え、でもここじゃないの。メインのところは開かなかった。開きかけてやめてしまった。めんどくさくなったのか、開けることが。これはやっていい。あ、二人でやる。で、分断されてどうなるって。ちょ、怖い。何が起こってる。なんか勝手に仕掛けを。レオン、石像のボタンを押せば仕掛けが止まるみたい。ああ、そうなんだ。ボタンをね。はい、ちょっと、はい。石像がなんか攻撃してきてきた。なるほど。これを繰り返すのか。広い。ああ、これでいっぱい出てくるから、とにかくボタンを押しまくれと。モグラ叩きか。モグラ叩き。ここからが本番らしいな。うん、今のはチュートリアル。こんなことしてる暇ないのに。はい。じゃあやるしかないな。そうは言っても目的のためには、はい。やるしかない。さあ、どこだ。はい、そこ。撃たれる前に押せ。バツ。危ない。さあ、最終的に何個出てくることになるのか。さあ、構えておけ。そこ。はい、バツ。よいしょ。これくらいで諦めないわよ。うん。ああ、狙われてる。行きましょう。もちろんだ。左右に、うん、ここで引き返したらつまらないからな。そうね。せっかくこんな楽しいゲームが始まったん。楽しいかどうかはさておき。さあ、最終的に多分4個くらい出てきそう。そこ。ああ、でもすでに狙われてる。ちょっと待って、ここは押して。あ、うん、ムービー1は大丈夫。ムービー1は無敵。ああ、助けてジグザグ走行。ジグザグ走行アンド、ギャー。終わった瞬間はダメだよ。よいしょ、危ない。よし。
で、もう行こう、ラストだ、そこは端っこ打つか、危ねえ。よし、こんなおっさんたちにやられてたまるか。おっさんだよね、これ女神像ではない。棒が持ったおっさんぞ。いや、早い、次が時短装填が早い。なかなか優秀な砲撃手。危ないで、危ねえ。だからそれダメだって。ちょっとハメ攻撃がダメです。よし、で、ハメはダメだからこれやって。よし、もう一個どこ、あそこか。よいしょ、超危ない。よし、これでいい。とりあえず回復飲んどくか、今のうちに。一個だけね、開いた。よし、うん、なんかすでに最初からレーザーサイトがあるけど、聖母像に光を灯す。このレーザーサイトに当たると、ちら当たっても大丈夫。聖母像に光を灯すらしいので、この自分のレーザーサイトでは、あー、できる、あ、いいんだ。それでいいんですか。あ、そうなんだ。いいらしい。銃のレーザーサイトでも全然 OK。 あー、でもこれで2人ともかなり離れることに。なんか人影が、あ、これか、これにレーザー、逆か、逆から当てる感じ。それとも、あ、向こうにヘレナが。これは当てたらなんかなる。あ、なったね。これで当てているけど、ああ、しばらく当てないといけないか。なるほどね。で、ここは、ここは上か、バツ、あ、ああ、しゃがめるのね。しゃがんで壁に隠れられるということだが、よし、開いた。いいね、割とスムーズー。なんで人が、人じゃないけど、よいしょ、ナイフ。よし、ナイフでいけるとこはナイフでいこう。そういうことだ。で、ここは銃じゃない、どこに、上にある、あ、反射してる、あ、反射したそこか、あの下。いや、違う、でも反射は使いそうだけど、反射して下にある、そっち側に。あとは、いや、絶対鏡が怪しいけど、鏡で反射させて向こう側の、いや、あれでしょ。あれ違うのか。よいしょ、もうちょっと引いて、あれか、あれ、ああ、普通に当たるわ。普通に当たりました。で、ああ、合流。これは慈愛の哀愁の聖母像。あ、ここはすでに明かりがついている。ここは開かないということでいい。じゃあこっちに行って、あ、なんか人が死んでいるが、あ、何、オート、あ、今弾取れないのこれ、なんで。 NATO の NATO 弾取れない、なぜ。いや、別にいっぱいってわけじゃないよね、何か足りない、うん、どういうこと、このマークがよくわからん。しゃがむわけではない、取れないな、まあ、今はなんか取れない、スキルが足りないとかそういう話。まあ、それはしょうがない。あ、てか、なんか武器マークが、あ、これ取ってからということかな。うん、セミオートスナイパーライフル、あ、なるほど、これを取ってからここに弾を取ると。なるほどね、スナイパーライフルは非常にいいよ。で、これは5つの鐘を打ち鳴らせば、うん、夜の闇が照らされるだろう。なるほど。何世紀前の謎なぞよ。どういう意味があるの。いやー、これはもう、うん、スナイパーライフルで鐘を鳴らすってことじゃないか。でもこれ弾が尽きたら普通のあれで狙わなきゃいけない。でもさっき鐘を鳴らしてたのは要はそういうことか。うん、この謎を解こうとして鐘を鳴らしていた。でも鳴らすとゾンビが来るか。1個てか別にスナイパーライフじゃなくても良さそうだけど、2個で、あとはそこの鐘はないんだが、あるわ、
微妙に。これ当たるか。当たんねえ。うん、位置が、位置取りが悪いな。ちょ、うるさい、金がうるさい。でもあそこ金ない、金ないよ。あれか、あれか。そんな、待って待って、あ、間違えた。ちょっとせっかくのこれ取れないのか取れないっぽい。しょうがない。あれを撃つ。この金でいいのか。この金でよいしょ。ああ大丈夫だったっぽい。ちっちゃい金も、うん、鳴らす対象。ちっちゃい金も鳴らす対象なので、じゃああれも狙えばいいんだな。で、よいしょ、ちょっと一応アップしといて。ああ雷が、よいしょ。はい、で、あと1個、いやうるさい、あと1個そこだけど、ここでこれで狙えるか。よいしょ、ボン。ああリロードしなかったはい、これで全部か。よし、アンティークを撃つのは気が引けるな。ああ、アンティークはねすごい価値があるものですとか後で言われても困る。さあこれで、うん、女神像が取れる。聖母像か。で、この聖母像を2つ取って、うん、どこへやる。ああ目的地は出る、うん、あ、そこが開くのね。はい、じゃあこれで、今の音は、ん、今の音、扉が開いたのよ。ああレオン君がなんか敏感になっている。よし、これで教会のさっきのメインの扉がちゃんと開くということか。なんかここにあるけど、ああ、あのマーク、うん、コレクションになんか追加されるという。よし、ここに2人でセットイン、いいんじゃない、オンで、これでようやく開くのか。いや、さっき開きかけたのは何なのさこれで開くならさっき反応しなくてもよくないか。あ、いや、これなんか出てくるか。いや、声がするよ。いや、なんか来た。でも足は普通ではないけど、うわ、やばそうなのが来た。